経済学において所得分布とはある国の国内総生産が人口にどのように配分されているかという点である。所得分布は常に経済学の理論や経済政策において議論中心となるテーマである。アダム・スミス・トーマス・マルサス・デビッド・リカードなどの古典派経済学者は主に所得分布要素について関心を持っており、その範囲は生産要素、土地、 労働力、資本などであった。コミュニティにおける所得分布はローレンツ曲線といった形となる。不平等の概念は貧困並びに分配の正義とは異なっている。所得変動計量は一般的には特別の国や世界のような特定の経済の中での関係者の間の収入並びに経済的不平等を測定するため社会科学者によって用いられる。 異なった諸説がなぜ所得不平等が起きるかを説明しようとするかもしれない中で、所得不平等の計量は単に所得の散らばりを判定するような一つの単位形を与える。米国の所得分布は過去30年間においてさらに不平等が進行し、国分におけるトップ20%がボトム80%全体よりも所得を得ている。会社や 観光庁などで給与を受け取っている労働者の所得階層は以下の図と表となる。2018年における男性と女性では、男性は400万円超え500万円以下の所得階層が最多であるのに対して、女性は100万円超え200万円以下の所得階層が最多であった。これは女性は非正規雇用につく割合が高いためである。 労働力調査によれば2019年には働く女性の約56.0%が非正規雇用であり、正規雇用率の高い20代後半でも約32.1%となっている。1989年以降の推移としては、1997年まで男性は400万円超え、1993年まで女性は200万円超えの給与所得者の割合が多く、 なりつつあったが、バブル崩壊の影響もあり、男性は2011年まで、女性は2013年まで、それらの所得に満たない、給与所得者が増加していった。しかし、その年以降は、それらの所得を満たす給与所得者が増加している。また、2009年は、リーマンショックの影響から、この年だけ、それらの所得に満たない、給与所得者の増加比率が、 今までの前年比に比べて大きかった。資料出所、民間給与実態統計調査。ありがとうございます。